出雲大社は、島根県出雲市大社長期月東にある神社。祭神は、大国主大臣。式内社、出雲国一宮で、旧社格は、官兵大社。神社本庁の別表神社。宗教法人出雲大社教の胸誇ら。二杯四拍手一杯の作法で拝礼する。明治維新に伴う、近代社格制度化において、唯一。 大古相名乗る神社であった。古代より、木月大社と呼ばれていたが、1871年に、出雲大社と改称した。正式名称は、出雲大社サイトには、出雲大社、出雲大社東京文誇らサイトには、出雲大社とある。一般的には、出雲大社と読まれており、複数の辞書、辞典でも見出しの読みを、出雲大社としている。 島根県大百科事典編集委員会、島根県大百科事典では、出雲大社の項目は、正式名称の、出雲大社として掲載する一方、出雲大社本殿など、登録文化財の項目については、登録名に従った読みで掲載している。古文書に見える社名は次の通り、出雲大社はいわゆる国譲りの事情の下で、創建された。六十七年には、 正二位に助せられ、熊野大社とは別に、出雲国一宮と称せられるようになった。中世には十二五七、裏を領したが、豊臣秀吉により現じられ五教に裏となった。1871年に、官兵大社に、劣格の後、大正時代に、直祭者となった。出雲大社の創建については、日本神話などに、その伝承が語られている。 以下はその主なものである。以上のように、伝承の内容や王子その呼び名は様々である。共通して言えることは、天神神の命によって、国つかみである、大国出身の宮が建てられたということであり、その創建が単なる在地の信仰によるものではなく、古代における国家的な事業として行われたものである、ことが伺える。また、出雲大社の社殿においては、 水人天皇の時が第1回、西明天皇の時が第2回の造営とされている。出雲国造新人時に朝廷で創造する出雲国造神菓子では、大穴持ち命、木月愚に沈まり今式と記載があるので、この儀式を行っていた平安時代前期までの祭神は大国主神であった。やがて、神仏集合の影響下で、鎌倉時代から、 天台宗の学園寺と関係が深まり、学園寺は、きつき大社の神宮寺も兼ねた。学園寺を中心とした演技では、出雲の国引き国づくりの神を、の野尊としていたことから、中世のある時期から17世紀まで祭人が、の野尊であった。14世紀、当社大明神は、アマテラスオーミの弟、菅野尾美子となり、 八股のオロチを裂き、京都を内国域の太平を築く。時月大社の由来が記され、1666年、毛利綱広が寄進した、道鳥居に刻まれた名文には、須佐の尊者グモビオこそがみなりと記された。さらには、学園寺の僧侶が教書で、大般若行天読を行い、社殿では度胸もした。また、江戸時代初期には、社僧が、 自社奉行と木月大社の運営管理に関する交渉を実施していた。ところが、木月大社内は、仏道や仏道が立ち並んで神事が衰微した。このため1667年の戦宮に伴う大造営の時、出雲国造家が神仏分離、廃仏希釈を主張して、自社奉行に認められた。仏道や仏道は移築、撤去され、共造は破却された。 これに合わせて祭人は、スサノオの命から、古事記、日本書記などの記述に沿って、大国主大臣に服した。祭人は、大国主大臣。ただし、出雲国風土器ではこの名ではなく、大穴持ち命、または所づくり天下大臣大穴持ち命となっている。1142年在庁官任会場に、天下無双の大化。 国中第一の霊人と記された。神あ月好きには、全国から800万の神々が集まり、神儀が行われる。出雲へ行かず村や家に泊まる他の神、家の神的な性格を持つ留守神も存在しているので、全ての神が出雲に出向くわけではない。そのような柏への信仰から、江戸時代以降は文学にも、出雲の縁結びの神様として、現れるほどに、 全国的な信仰を集めるようになった。創建以来、マテラス大御家のこの天の保費の命を祖とする、出雲国造家が祭祀を担ってきたとされるが、本来出雲国造家は、東出雲の熊野大社の社家であった。現在の宮司は84代国造千家村優で、国学院大学を卒業後に、大財布天満宮を経て、出雲大社ネギ宮寺と昇格すると、 2002年宮司に就任。翌年、神社本庁より、新職身分特急を排除している。また、宮司の制服の文様は、神社本庁の定める黒あや文林なし、裏道色ひらぎぬではなく、黒寮に御神門である二重喫高圏等花の、文様を練り込んだものである。 約60年に一度行われている本殿の建て替えに、際して、身体が仮殿に占拠された後に、本殿の内部及び大屋根が公開されることがある。現在も、皇室のものといえども本殿内までは、入れないしきたりを守り続けているともされるが、次の通り天皇の出雲大社ご心配の記録がある。出雲国像は、 マテラス大ミ家の第二巫女の天の保費の命の神末である。出雲大社の祭祀者である出雲国造家は南北朝時代の後営年間に千家家と北島家の庭に分裂した。その祭事は幕末までは両家が二分していっていたが明治以降は千家家が取り行っている。以上のように大国主大臣を主祭神とする宗教団体として千家家が 出雲大社教、北島家が出雲教を主催している。1951年4月に出雲大社と教派神道の宗教法人出雲大社教は一体化され、出雲大社の職員は出雲大社教の職員を兼務し、出雲大社宮司は出雲国造として出雲大社教を騒覧し、出雲大社教の教務本庁は出雲大社の教務部として活動している。 国立公文書館所蔵、出雲大社伊豆玉書水書き、荒書の三重の書根に厳重に守護されている。本殿内北西には五客座五神が祀られている。大国主大臣の五官座は、本殿内北東にあり、正面である南側ではなく、西側を向いている。この理由には、諸説があり、そのうちの一つは、漢文六年に、長州の大名、 もう年家が寄進した出雲大社の荒垣入り口の道取りに刻まれた名に、一を日神と言い,い、二を月神と言い,い、三を須佐ノオというなり。日神とは、知神五代の蘇天照大御神これなり。月神とは、月夜味尊これなり。須佐ノオ村は雲尾の大社の神なりとあり、出雲大社の祭神が須佐ノオ村とされていた時代があり、参拝者は、大国主ではなく、 スサノオソンを正面から拝むようになっているとする説である。また、本殿が古代の高床式住居とほぼ同じ構造になっているため、高床式住居における入り口と最上席の配置と向きの関係から五感座は西側を向くことになるためとの説もある。ように配置されている例は見られない。天井には七つの雲の絵が描かれている。 現在の本殿は1744年に建てられたもので、高さは8畳と、神社としては破格の大きさである。元織森長が,が玉勝間に引いたところによれば、かつての本殿は現状の倍ほどもあり、中古には16畳、さらに上古には32畳であったという伝承があるとされる。同じ出典にある、金輪造映図と合わせて想定される姿は大変。 不思議なもので、空に向かって伸びた何本もの柱の上に社が立つというものになる。上古についてはさすがに神話とみなすとしても、十六条あったとすると、東大時代仏殿や平安兄弟局でにより大きかったということになる。この説については、賛否両論あり、肯定する意見としては、平安時代に源のためのりによって作られた。 口ずさみで数え歌に歌われていることが、論拠に挙げられる。これは、運んふとし、かず一景三イコール出雲太郎、やまとじろう、けいさぶというもので、運んふとし、かず一景三今いまん、くもふい、いず国城畜明人神殿。か次じい、と国崎大寺大仏殿。一景三ん大極殿、八章。をもとにしている。ただし、異論として、 その後に続く数え歌を考慮すると、高さの順を表したものではなく、神社、寺院、住宅の順を表しているとの説や、複数の記録により、複数回倒壊していることが分かっていることといった、傍傷が挙げられている。上古十二条についても、山に建てたものについて、その標高を述べたものと不快すれば、不自然ではないという意見もある。 高層建築が必要とされたのは別天神神の祭祀と関係があるとする説もある。一方で、前述したように明確な文献が、玉勝馬と江戸時代まで下ること、証拠とされているものが、いずれも傍潮に留まること、32条説や、工述する、プロジェクトなどで想定している、山が、そもそもただの山ではなく神域であり、工事が入ることなど、 滅相もないといった点が、否定要素である。建築学的な可能性としては、福山敏夫と大林組によるプロジェクトにより、検討され、古代出雲大社の復元として出版されている。2000年、地下再令準備室の建設に伴う、事前調査に際し、境内からは、曲がなどのほか巨大なうまめ柱が発掘された。古代社殿の柱ではと騒がれ、 16条説があたかも確認された事実であるかのごとく報道されたりもした。結局、中世の意向で現在とほぼ同大平面であり、柱の分析や出土品からも1248年造営の本殿である可能性が高いと分析されている。ただし発見されたものが古代の本殿ではなくとも16条であったことの証明になる可能性があると書かれた。 教科書や書籍もある。2017年にリニューアルオープンした展示施設、神殿では、出土した柱や高い位置にある本殿と地上を長い階段でつないだ古代の姿の創造模型が展示されている。2008年の仮殿仙座祭以降、本殿の屋根等の大改修が行われており、2013年5月には、 御祭神を仮殿から改修が完了した本殿へ、再び潜座する、本殿潜座祭が行われた。出雲大社の遷宮は、おおむね60の70年ごとに行われている。出雲大社め縄本殿社殿群を北東より望む。高い建物は本殿。手前の霧妻作り社殿は向かって、左が、拙者新婚、井之内姫神社本殿。 右が、拙者大臣大木崎神社本殿出雲大社の文化財一覧。出雲大社の最大の特徴として人も祭りが挙げられる。人も祭りは通常どの神社でも朝というに神様に食事を差し上げる祭りをやるのだが、出雲大社では毎日偶司が自らこれを行う建前である。大概の神社では当番で一人にて奉仕するものであるが、 出雲大社ではあくまでも、大国種命のお祭りは天の保費の命が行うという、神をよりの掟に従い、偶司が7から8人の神職を従えて奉仕するのが、基本である。ただし実際には、しばしば代理の神職により奉仕される。出雲大社にはこといたという楽がある。杉板製で、長さ約79センチ、幅約24センチの箱型を呈するもので、 裏側に、約11センチの穴が開いている。弦は張ってなく、約71センチの柳の枝の鉢で打って、演奏する。まとい祭り、古伝にいなめ祭り、国像100番、舞、国像3番舞で奏でられる。玉振り、玉沈めの意味などがあるという。非常に原始的な古い楽器で重要である。祭事では、出雲笛を用いる。選時には、 古へゆらと古へと吹くが、これは、古梅ゆらどめ古梅であり、十種新法に由来する。出雲笛は、竹製か庭巻の横笛で、出雲地方で作られ、実に神秘的な音色を奏でる。ありがとうございます。